クラマトルスク市電は、かつてウクライナの都市、クラマトルスクに存在した路面電車、2017年8月1日に廃止された。クラマトルスク市内の路面電車計画は1936年、ウクライナソビエト社会主義共和国の人民委員会によって建設が承認されたことから始まり、同年から建設が行われた後、1937年5月12日に、 全長4キロメートルの路線が完成した。続いて、翌1938年に新たな路線が開通し、第二次世界大戦直前には、計7キロメートルの路線が存在した。大戦中は一時的に、全列車の運行が停止していたが、1944年かき以降復旧工事が行われ、戦前に導入された7両の電車が使用された。戦後、 1951年にソビート連邦の閣僚会議で承認を受けたことで路線の延伸が再度始まり、1957年に市内中心部に 2.5km の区間が建設されたのを皮切りに郊外の工場や地区へ向けて積極的な延伸が実施され、ソ連末期の1989年には営業キロ 38km 以上5系統の路線網を有していた。 車両についても利用客の増加に対応した増備が実施され、1967年には最初のボギー車として、チェコスロバキアの KD タトラ製のタトラ T3 が2両導入されたが、これらの車両は1972年に全車ともマリウポリへ転属した。その一方で1974年からは、ソ連のウスチカタフスキー車両製造工場製の KTM-5M3 の導入が始まり、1970年代後半から廃止に至るまで、クラマトルスク市電の車両は同形式に統一されていた。列車や施設の運営、管理については、ソ連時代から2000年代まで、クラマトルスク市の路面電車、トロリーバス部門によって行われていたが、2003年に同市が所有する単一企業体であるクラマトルスク路面電車、 トロリーバス管理会社への再編が実施された。ソビエト連邦の崩壊後もクラマトルスク市における重要な交通機関として運行していたが、経済の混乱やモータリーゼーションによる利用客の減少により、路面電車は不採算事業となり、クラマトルスク南西部の旧市街へ向かう区間が2003年に廃止されたほか、1号線と4号線についても2000年代までに廃止された。 残された3系統、営業キロ 34.7km の路線網も、車両、施設ともに老朽化が進み、路線バスへ置き換えた方が安価であることから、2017年8月1日を、もって最後に残された区間も廃止された。晩年は、全系統とも平日のみの運行となり、最後まで在籍していた車両は8両の KTM-5M3 と2両の事業用お車両だった。 ありがとうございます。